坂木山八幡神社。正面の拝殿に、秋津の倉元が奉納した酒樽が見える。その右手に見えるのが、狛江の代わりの石像酒樽。境内には、三浦千三郎の銅像が混流されている。秋津の酒は、広島県東広島市秋津町で作られる、日本酒。地域団体商標、広島の酒の中の一つ。生産の中心地は、秋津町、水戸。 なお、秋津の名は1943年下も群三戸町、早田原村、北に村が合併してできた時に付けられたもので、日本酒の近代史では、三戸の名が多く用いられる。秋津は、銀城主誕生の地、広島当時のふるさとと言われる。酒造家、三浦千三郎が開発した醸造法は後に、銀城造りとなり、三浦が育てた当時集団は、三戸当時の地、 秋津当時と呼ばれ現代の広島当時の元となり、水戸当時によって銀城作りが各地に普及したとされる。東広島市域においては、酒と西条とともに歴史的な酒どころ。2018年現在で、酒造メーカーは2つのみ。以下代表的な銘柄を五十音順で示す3、新内海地区、原人志法呉福山産元祭場広島赤は、 西国街道の宿場町、大崎上島付近から北西方向を撮影。手前右側が竹原市中心部、その左が東広島市秋津町中心部、その左端が呉市安浦町中心部、中央やや左上が西条盆地。秋津町水戸の名は古代に現在の西条付近にあった秋国府の外交、水戸に由来し、 水戸の西隣になる秋津町風早は,は万葉集に出てくる港であり、つまり古来からこの秋津周辺は瀬戸内海の主要な港として用いられていた。秋津の酒造業は安土桃山時代の天正六年間東江門が創業したのが最初の記録になる。これは鴨郡群内において最古のもので、同時期に現在の広島県域において2.3件あったという。 毛利氏が中国地方の多くを支配し、天下統一を目指していた織田氏との対立が激化した時期である。秋津の酒造業が本格化したのは江戸時代のことになる。当時江戸幕府は酒造統制を行い酒株を持つ者のみ生産、流通を認め、広島藩は国境を越えた酒及び米の一出入を取り締まったため、蔵元は限られ流通もままならなかった。 そのため土器における広島藩内で最大の産地は藩主の保護下で発達していた広島城下であった。それに対してこの付近では海鮮による海運交易が盛んになったことで商品経済が発達し、かつ藩内の年貢米を集積し、大阪へ運送する拠点である浦部三倉所があることで藩から払い下げにより前を得ることができた。 瀬戸内海沿岸部で酒造りが始まった。水戸に浦部三倉署が置かれたのが、慶安2年のことである。安永から天保の間に、酒造2個から6個存在しており、名前がわかるものでは、干支や玄読年間に創業した院内産左衛門のなどがある。また、天保高下年間に内海で商業の発達に伴って酒造業が盛況し、そこから、 海江安青年間水戸に伝播し、内海より、水戸の方が、盛んになったとする資料もある。海江以降に創業したものとしては、上垣内左衛門土屋中左衛門がある。以下、明治以降の記録に記載されている、半世時代に創業していた、酒造家を示す。1850年頃水戸の酒造業は、酒造7個、造り国高2500国に達し北や南の、 大崎上島へ反路を広げ、明治新前には11個1200国となった。江戸期から明治初期までの水戸の酒造は神頼みな部分が多く、さらに、水戸の水質は昔は酒造には不向きと言われていた、軟水であったため、不造や火落ちが多く発生し安定して、産出できなかったと見られている。水戸灘伏見中島福岡大分、ファイル、ジャパンロケーション、マップウィズサイド、 マップオブザリキュアイランズ SVG1239X1119PX 秋津の酒の一明治維新後、年貢や酒株が廃止となり酒の移出入が自由化したことにより、水戸では三倉所にあった米を使い酒造を始めるものが増えた。広島県の酒造家の中で、この頃最初に県外へ反応を伸ばしたのが水戸の者たちであり、まず、伊予、津欧に進出し、 1873年頃には、伊予中島の商人を介して、船で、福岡、大分の九州東海岸側へ売っていった。酒船と呼ばれた、この船は、最盛期には30艘に及び、特に1877年西南戦争では、金魚種が出回っていた中で、水戸の酒は官軍に暗飲され、これによって蜜が酒どころとして評判になり、1882年頃には、 手二26個、作り国高5000国に達している。この頃水戸はこの付近で一番盛んだった地であり、竹原、西条や新潟もこれに続いた。この間、政府は1875年種類税則を定め、酒税の徴収を始める。県内の有力酒造家は、その対応を協議するため1876年、尾道城土寺で会合を開いた。これに、水戸からは、 本田泰大蔵と、草加さん左江門のが出席している。ただこの成況は短期間に終わった。供給が片気味にいったところで、交通の発達に伴いなが、境のより上質な情報誌が流入して、県内を席巻し、さらに1884.85年の不況に、加えて、この時期に政府が主税を極端に増税したため、県内では、経営的に立ち行かなくなる蔵元が続出した。 そのため広島の酒造家は生き残りをかけて、高値で売れる良質な酒作り、特に野田酒を目標に研究を重ねていく。なお、三戸の酒船では、中島の船頭が利益を得るため水で割って売っていたこともあって1887年頃には減少し1892年頃には姿を消した。1888年、三戸の本田大蔵、三浦千三郎、 竹原のライザブロー、新道修二郎の温度で、酒造業者が一致団結して、工場を図る目的で、鴨郡群南部酒造組合を結成する。これは、県内初の酒造組合であり、全国でも古いものの一つになる。ここで、水戸に、三浦千三郎が登場する。明治初期から酒造業を始めた、三浦も、酒質の向上を目指し、当初どから技術を持ち帰って、 醸造を試みるも失敗に終わった。1892年頃、その原因が水質の違いによるものだとわかる。灘の仕込み水見や水が高度8から10の香水だったのに対し、水戸では高度2程度の軟水であるため、灘の真似ではうまくいくはずがなかった。そこで、三浦はこれまでのやり方を全く変え、軟水に適する醸造法の研究をはじめ、1897年、 軟水醸造法が完成した。この醸造法は大きく二つの特徴がある。香水の場合は含まれる栄養をもとに酵母が活性化するが、軟水の場合は栄養が不足するため酵母の働きが鈍い。そのため麹が米の内部まで十分に行き渡るようしっかりと育てる。不足する軟水からの栄養を補うため米からの栄養を用いる。 それが十分に溶け出すのを待つため、もろみを低温でゆっくりと発酵させる。この開発の中で、古くからの習慣に固執する当時を更迭して、新しく若い当時を迎え入れ、それまで当時の手の感覚による品質管理だったものに、寒暖計による精密な温度管理を取り入れ、工事室を改良し衛生管理を改善した。これによって不像がほぼなくなった。 この軟水醸造法は、三浦が目指した灘酒に対抗できる名手が作れる手法であるどころか、それまでの酒造会では、軟水は酒造には不向きと言われてたがこの手法はそれを根底から覆すことになった。この手法が今日の銀醸作りの基礎となった技術とも言われている。これをもって三浦が世に出したのが、名手、家臣である。この頃の小学校地理教科書には、 以下の文が書かれていた。水戸町派卓学の領主を算するをもって、人多名国摂津国の名田に対し属に、下名田と小須浦は1898年、水戸町長に当選するも、この文を発見して特に、下名田のところに感激して発奮し、同年町長を自主手造業に専念したという。南水城造法が出来上がった同年、三浦は、 酒造研究会を開き身と及びその周辺の当時、蔵人を集めその醸造法を教え研究をさらに進めた。翌1898年三浦はその技術を記した海上法律戦録を発行、広く公開した。南水の多かった、広島の当時は大いに刺激され共に研究に励んだ。同じ年である1898年広島県酒造組合が結成され、 組合による県域での品評会や技術講習会が始まる。一方で、販売面での転機は1900年に訪れる。義和団の乱に際し急に本軍は、臨時的に軍用種を買おうと、奈良や堺の商人に打診したものの急であったため2社とも躊躇したことから、広島県酒造組合が県の品評会で一等を受賞した。 数種の酒を見本として軍に提出するなど働きかけ、三浦、家臣安田大吉、白茶、土新右衛門、お田福の三つが軍用紙として採用された。家臣とお田福は水戸の酒であり、この契約が広島酒の全国販売展開の行使となった。この頃になると酒税が地層を抜いて、国税収入のトップとなった。国も財政の一環として、 主質改善に動き1899年、広島税務管理局に醸造技術部が設立、1902年大蔵省の醸造技師として、橋爪明が着任する。同1902年、三浦の酒造研究会はなお、上森親話会に改め、翌1903年橋爪を講師としてはネく。そこから1905年組合の事業として、橋爪の酒造講習会が、 水戸で開かれるようになり、これが後に、鴨モの事業鴨モ高等実業、補修学校醸造家県立醸造試験場の事業県立醸造試験場付属水戸酒造、講習所と昭和初期まで続いていった。こうして、三浦の城森親話会、橋詰めの講習の中で育った当時が、水戸当時となった。この明治30年代、広島の酒造会は、 古くからの手法でいわゆる鬼殺し的な地酒を作る古竜と南水上造法を用いる水戸流の二つの勢力になった。そこから1906年頃には南水上造法は広島で広く定着し、広島当時の大部分が水戸当時となっていった。同年、現在の秋津町域周辺出身者で水上造家人組合を結成。 1911年組合規約改正を行い加入者数も増大試験内で初めての当時組合になる水戸当時組合を結成する。西条、竹原などでも水戸に続いて当時組合が結成された。広島の酒にとって大きな転換期となったのが1907年日本醸造協会主催の第1回全国清酒品評会で飛び抜けた成績を収めたことである。 全国の酒造家にとっては、なだ、伏見のブランドイメージが強い中での、広島含めた地方酒の躍進は意外なことであった。水戸の酒では1909年、第2回全国聖酒品評会で、花心が優等2位を受賞している。この品評会や1911年から始まる、種類総合研究所主催全国新酒鑑評会での地方酒の躍進によって、 それまで水質が原因で酒造を諦めかけていた地域の人たちは技術的に名酒が作れることが可能であると知ることになる。そしてこれらの事象は蔵元にとっては名誉であるだけではなく売り上げに大きく影響することから各地の酒造は一層盛んになり酒質は向上し昭和初期には銀城作り競争が加熱した。水戸当時は どの水質でも安心して、酒が作れる当時として徴用され、日本各地やハワイ、カラフト、朝鮮、満州、中国でも酒造に従事していたという。ちなみに銀城とは日本で生まれた言葉であり、江戸期には銀作り、銀製という言葉があったものの銀城はなく、文献での書出は1894年である。 銀城酒は1907年から始まった、清酒品評会によって育まれたが、当時は、軟水による諸見低温ゆっくり発酵によって、品評会向けに作られた酒という意味合いが強く、酒税法上そのまま出せなかったことや、酒造化の手間などを理由に、市場にはほぼ流通していなかった。昭和50年代に、 広島当時が YK35 仕込みによる大銀城主を編み出し、これを研究して各酒造メーカーが商品化し出したのは1980年代で、1990年特定名称制酒制度によって定義が付けられ、平成バブル景気と重なって銀城ブームが起きた。右に1908年度の加盟群町村別の酒造場数を作り国だが順で示す。この時期は、 広島県全体の酒造業が成長していく最中で、同年度の県づくり国高は16万951国であるため水戸では県の6%を製造していたことになる。広島県の当時としては密が主流であったが、県の酒造業の中心は明治末期から西条へ移っていく。これは西条流の醸造法を確立したことに加え、それまで県外への運搬は、 沿岸部の町からの船による海上輸送が主であったが、西洋鉄道が登場し1901年前線、開通したことにより、西条では鉄道による大量輸送に切り替えて増大する広島州の需要に対応できたためである。農寒期となり漢字込みの時期となると、水戸の当時や倉人は西条へ仕込みに行った。山口を参考に、大正から昭和期にあった。 秋津の酒造場の位置を2018年地図に示したもの。川や入江あるいは北から港に至る道沿いに多くあった。左の丘の神社が坂木山八幡神社。1948年米軍撮影。現在の秋津港。待合所は蔵を模して作られている。以下。 現在の秋津町域における1908年と1919 19年の酒造業者が生産していた代表的な銘柄を作り国だが順で列挙する。いつ頃作られたか不明であるが、水戸小唄にはこのような文句がある。酒の良いのと景色に惚れて急ぐ旅路を水戸り近代における広島酒のピークは大正バブル期であり、水戸の酒含めた鴨群の酒は県外へと売られていった。 大正期に、現在の秋津町域には、酒蔵が最大で24あった。ただ戦中に、広島財務局官邸部が書いた資料では、大正期の水戸は、成長したが税務管理の細かい徴収の結果、勢いが弱まり衰退していったとしており、遺憾であったと記載している。百四十三年、水戸町、早田原村、北に村が合併してできた秋津町において、酒造業は、 主要産業であった。当時の町の男は全員何らかの形で酒蔵で働いた経験があり、当時は花形職業であったという。1954年水戸当時組合をベースに、竹原、西条などの県内当時組合が合併して、広島当時組合となり、秋津に組合事務所が置かれ、秋津町長が組合長に就任している。 地元の県竹原高校秋津文庫に醸造家があったのはこの流れからである。広島の酒は1958年2000後、最盛期を迎えたもののそこから減少が続いている。秋津でも減少は続いているものの、明治から昭和末期まで続いた酒造メーカーは、金泉の堀本酒造、この花の荒谷酒造、日の丸の諸下田酒造、関西一の柄酒造、 副町の今田酒造本店の5つと県内よそに比べて存続した割合は多い方であった。ただ、そこからさらに減って2018年現在があらと今田の2つのみとなっている。平成30年7月豪雨では、双方ともに被災、特に柄酒造は工事室にまで水が入るなど深刻な被害を受けている。2018年現在、酒造メーカーは 柄酒造と今田酒造本店の二つのみである。双方の酒蔵ともに三浦千三郎の蔵の配置に影響を受けていると考えられている。水戸の東側である秋津町北にから竹原敷地名町にかけてレンガの産地である。かつては水戸にレンガの工場があった。このレンガはこの周辺の大象機に作られた酒造用の煙突に用いられており、 水戸に唯一残る今田酒造本店の1920年のものや、西条の酒蔵に現存する多くが、秋津山である。酒木山八幡神社には、節末者として、醸造の神、大山食い神を祀る松尾神社が建立されている。他、三浦千三郎像や、狛江の代わりの石製の酒だる、仙三郎が寄進した石製の酒瓶など、酒にまつわるものがいくつかある。 三浦千三郎像は1921年に千三郎を称える苦毒碑,碑として母大寺である蓮光寺に混流されたものの太平洋戦争中の金属類回収令により撤去されたものの1990年坂木山八幡神社に再建された秋津歴史民族資料館には千三郎ゆかりの品や酒造りに関する資料を展示している 東広島市は2017年現在、最上周辺の酒造関連施設の文化財登録をしており、秋津の酒造群もこれに続いて申請の準備が行われている。1898年の一生価格で、なだ酒が40銭、地方酒は半値の20銭で流通していた。地方酒の場合は酒税を払うと8銭しか残らずさらに、材料、人権、 諸経費を抜くとほとんど残らなかった。より春風の孫。つまり、第三洋の上位にあたる。1883年から教科書検定制度採用。1904年から国定制度開始。三原、竹原の一部、西条、広島の一部など、局地的に香水あるいは中香水が出ていたが、水戸含めた旧加茂群から、呉の広い範囲では、 南水が出ていた。優等1位が、竹原富士酒造、流星、優等2位が倉橋林、酒造、三谷春。運搬に用いる、酒樽の製造は1882年頃新潟で、始まりそこから竹原、三戸で増えており、これも沿岸部が先行していた。三戸に、鉄道、つまり現在の呉レや吉駅が開業するのは1935年。 現広島県立豊田高等学校。1956年に秋津町が鴨郡群から豊田群に変更されたことによる。この記事は以下のカテゴリでも参照できます。水戸当時に関するカテゴリ水戸流に関するカテゴリありがとうございます。